どうもこんにちは、民泊清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。本日お話しする内容は、スタッフが激なえした部屋ワースト5というお話をしてみたいと思います。先に言っておきます、今日の内容はなかなかグロテスクな内容でもあるので、汚い話とか出てきます。なのでそういった分野のことがちょっと苦手だなっていう人はもうここで動画を切ってください。準備はいいですか？それでは始めます。スタッフが激なえしたワースト5、第5位は、部屋が乱交パーティーで使われた時です。はい、これ具体的に何かというと、まあ本当その通りなんですよ。民泊で借りた部屋が乱交パーティーで使われていたということです。当然そこらそこらにコンドームがめちゃくちゃ落ちてるんですよ。でリネンとかもぐちゃぐちゃで、状況によっては血液も結構ついてたりとかもします。でもう予想通りですよね。本当想像できる中でも一番すごいような状態がおそらく行われていたんですよ。で、まあ、10人とかもしくは大きい部屋だと15人とかで宿泊予約が入っていて、その人たちが多分ひっちゃかめっちゃかやってたんだと思うんですよ。まあなかなかぐちゃぐちゃな状況です。で部屋開けた瞬間に、なんかいつもと違う匂いがするんですよね。モワーンと、ああこれやってたなって、やってたらわかるんですけど、なんかもう至る所がカピカピしてるんですよ。こういうような状況もありました。これたまーにあります。たまにと言ってもコンドームがポコポコ落ちてるってことはそんな珍しいことでもないんですよ。でゴミ箱に入れてくれる方もいれば、床にポイッと捨てちゃう方もいるんですよね。あともティッシュとかそこら辺に散乱してたりとかっていうのは別に普通なことなんですけれども、なんかその大人数でこれはやり合ったなっていう現場見た時は、それはそれでなんていうんですかね、わーっていう感じはあります。はい、これがワースト5です。第4位です。料理がそのままにされている時。部屋開けるじゃないですか。清掃の部屋に行って玄関開けます。そうするとまるでおもてなしをしてくれたかのようにきっちり料理がされている時があるんですよ。要は作った料理がそのまんま置いてある時、そのまんま置いてあって腐ってる時とかがあるんですよ。夏場にこれやられるとマジできついです。で、食べてくださいと言わんばかり、思わず写真を撮りたくなるぐらいしっかり料理作られてる状態で放置されてるとか、あとはその使った食器が水に つけられてないような状態で置かれてカピカピになって腐ってるとか、これ長いロングステイとかでこれやられると結構きついんですよ。で、大量の食器を使われた状態で洗い物がどっさりあると、本当に食器洗いだけで30分から1時間とかかかる時あるんですね。で、たまにこれ見落としがちなのが、ゲストさんがちゃんと食器洗いをしてくれているんですけれども、ゲストさんが気を使ってちゃんと洗ってくれてるのはいいんですけれども、なんか米粒とかがついたまんま洗ってしまわれている時、これはもちろんチェックはするんですけど、たまにそのなんか見落としちゃう方とかがいたりとかすると大変なんです、この状態で。お皿もこう重ねてあって奥とかに入れてあるのに、こう引っ張り出して見てみると、洗ってくれてるんだと思いながらもこうめくってくと、なんでこれ全然洗ってねえじゃんみたいな時もあるんですよ。このパターンもなかなかいい迷惑です。はい、続いては第3位、ゴミの分別をしないゲストさんですね。カンカンとかペットボトルのゴミ袋の中に容赦なく生ゴミぶち込んでくれてるゲストさんいるんですよ。これ夏場にやられるとすごいきつくて、ゴミを分別した状態でゴミ業者に出すので、ゲストさんが仕分けしてなくても自分たち全部やるんですよ。それをその状態でただただぐちゃぐちゃになってて、紙類とペットボトルとかが一緒になってるのってそんなに問題ないんですけど、生ゴミと缶とか生ゴミとペットボトルとかを一緒に入れられちゃうと、もうマジで萎えます。激萎えです。そのゴミの分別で本当に萎えます。いや、ゲストさんに対して、いやお前わざとかよっていう風に思うぐらい、納豆のパックとかも入れたりとかすると、それこう手突っ込んでねばーってなるじゃないですか。で腐ってる、臭いっていう風な状態からの仕分けっていうのになると、まあ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 、それ例えばその一発目とかで、その日の一発目にそういう現場が来ると結
構悩ます、それは。で、そのゴミも当然仕分けた後持って帰んなきゃいけないんですけど、まあ、一番きついのはやっぱり夏場の生ゴミ。夏場のロングステイの生ゴミはなかなかえげつないです。なので、ホストさん、それから運営会社の方々、お願いします。ゴミの分別はしっかりゲストさんに対して教育をしてください。これは、お願いします。はい、続いて、ファースト2位。ここからかなりえぐい内容になりますよ。それではいきます。第2位は、お風呂場にうんちがあるときです。で、これも、実はその、お風呂のドアを開けたときに、なぜか固形物がそのまま残ってるんですよ。そこまでやったら片付けてくれって思うじゃないですか。なんか、お土産みたいな感じで置いてあるんですよね。で、それも時間経つとなんかすごい変な匂いになるわけじゃないですか。で、それは結構あるんですよ。で、国名は言いませんけども、東南アジアの国の方々は、よく汚物を固形物のまんま、お風呂場に残していくっていう傾向がたまに見受けられるんですけども、なぜかそのパターンは、おむつがあることが多いので、おそらく赤ちゃんのものだと思うんですけども、もうそのまんまゴミに入れてほしいじゃないですか。なのになぜか、物だけしっかり置いてあるっていうパターンがあります。で、これ、物だけあるっていうのも、まあ、なえるはなえるんですけど、まだいいんですよ。そのシリーズで言うならば、本当に辛かったのはですね、排水口の中に、べっとりと入ってた時なんですよ。お風呂場のドアを開けます。その瞬間も何とも言えない匂いが立ち込めてるわけなんですよ。で、その原因は何かっていうと、排水口なんですけども、排水口に大量のうんちを流してる人がいて、で、それを、まあ、シャワーで例えばバーって当てると、詰まっちゃって溢れてくるんですよ。で、結果どうするかっていう話じゃないですか。いや、もうそれはもう手袋して、手突っ込んで取るしかないんですよ。で、なんかもうこれは業種というか、ジャンル違うことやってるなっていう風な状態になるんですけども、まあ、なんかもう泣きそうになりながらやります。ただ、それも、初めてうちの会社に入ったアルバイト君を一緒に連れた状態でその現場入ったんですよ。で、アルバイトはもうなんか放心状態なわけなんですよね。民泊清掃っていうのは聞いてましたけども、こんなことやるなんて思ってないっていうふうに口には出してはないですけど、やっぱ思うじゃないですか。で、そこはもう当然まあ綺麗にはします。できる限り綺麗にはしました。で、運営会社に当然報告はします。そして、それに関しては交渉して、プラスで1万円の料金をもらいました。で、運営会社もゲストさんから、1万円のペナルティをもらってるはずなんですよ。で、1万円の代償として、アルバイト君は連絡が取れなくなりました。それで飛んじゃいました。ということもありました。これが第2位ですね。さあ、そして第1位、言ってみますか。第1位はなんと、同じようなジャンルなんですけども、いいですか。第1位ですよ。はい、スカトロパーティーを行われていた時です。はい、想像してみてください。大部屋で大人数です。戸建てです。玄関開けた瞬間にありえない匂いがするんですよ。まあ、人が死んでるのかなって思うわけじゃないですか。その状態で何が起きるかっていうと、理念関係がうんちだらけなんです。うんち、おしっこ、うんち、おしっこ、うんち、おしっこ。全部使えない状態になってます。当然、マットレスまでやられるんです、これは。オーナーさん、考えてみてください。これ自分の部屋でやられたら切れませんか？で、私たちもそれどう対処していいかわかんないんですよ、その状態。そんな状態っていうのがありました。まあ、その、コンドーム、ティッシュ、うんち、おしっこ。で、それはなんと床には散ってなかったんですけど、おそらく嘔吐したこういったものとかもありました。もうこれ多分私の予想ですけども、おそらくこれ AV の撮影とかで使われた可能性もあります。撮影をするのも別に構わないんですけれども、お願いだからうちの理念は使わないでくれっていう感じじゃないですか。それを容赦なく使われてしまった時の萎え方は半端ではないですよね。当然それは運営会社に相談させていただいて、理念は弁償はしてもらいましたけれども、まあまさか自分が直面するとなると、なかなか衝撃的でした。
これはですね、めったにないことだと思います。ここまで露骨にそういうパーティーをするっていうことは、普通はある程度そういうパーティー、その手のパーティーをしても綺麗に使うもんだと思うんですよ。でもその方々は、個人だったのか会社だったのか、その AV の会社だったのかはわからないですけれども、かなりむちゃくちゃな状態でチェックアウトしてたので、ダントツで過去1です。もうワーストです。本日はこのように、民泊清掃においてスタッフがなえたワースト5の話をさせていただきました。清掃いろいろ入ってるといろんな局面に当たるんですけれども、ここまでのことはめったにないです。実際4位と3位は普通にあることなんです。で、5位に関してもあったとしても気づいてない方も多いかもしれないです。気づかずに清掃してるってこともあります。2位と1位はなかなかお目にはかかれないので、これはこれで貴重な体験だというふうに思っております。私のチャンネルではこのように民泊清掃、それから民泊に関するお話をしていきたいと思っております。何か気になる話題等がありましたら、ぜひぜひコメント欄の方に書き込んでみてください。 Twitter、Instagram もやっておりますので、そちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。